レンタル着物展示会やってる。あ、JA 会館。着物のレンタルもやってるんだ。話聞いてみよう。脳を通じて幸せを提供する JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。やってきたのは鹿児島市鴨池新町にある JA 会館。すみません、 JA で着物のレンタルがあるってチラシで見たんですが。 JA の着物レンタルについて私がお答えします。こちらはJA 鹿児島県経済連生活課の福島さん。 JA では着物のレンタルをしているんですか？はい、今年から新たに始まった事業なんです。どうして JA が着物のレンタルを始めたんですか？はい、就学や就職で県外に出られている方でも地元の成人式に参加する方が多いと思うんです。そうなると地元で着物を選ぶ方が多いと思うのですが、伊東のようなお店の少ないエリアでは着物の数も限られていたりするんです。そこで JA と経済連でそのような皆様のお悩みを解消できないかということで、今回展示会を開催することになりました。振袖はもちろん七五三などにも対応したおよそ200点を品揃え、他にも前撮りのヘアメイクや2回目以降の振袖レンタルが15年間無料になるなど嬉しい特典付きです。実際に着物を着た生活課の田中さんにお話を伺いました。田中さん、実際にお着物を着られてみてどうでしたか？はい、今回トレンドの白いお着物を着させていただいたんですが、柄も素敵でパールやレースの重ね襟など小物も可愛いものが多かったです。自分の好みに合わせてアレンジができてとても楽しかったです。皆さんたくさんあって選ぶのに迷ってしまうと思います。たくさんあったら人と被る心配もなさそうですし、髪型や小物で個性も出せていいですね。 JA のレンタル着物展示会は今月9日と10日にJA 種屋区西の表支所で、16日と17日には JA 会館で開催します。詳しくは経済連のホームページをチェックしてください。成人式の着物がまだ決まっていない方も、これから着物を着る機会がある方も、いろんな方に利用してほしいですね。これだけの数の着物が揃う機会はありません。ぜひお気軽にお越しください。皆様のご来場をお待ちしてます。ここで番組からのお知らせです。選べるギフトカタログを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項は記入の上、ご覧の宛先までお送りください。またJA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。